すごく楽しかったです。忙しい時期とちょっとゆったりした時期が本当ジェットコースターのようだったんですけど、やっぱお仕事中は気を張ってるので、自分の体調不良だったりとかストレスだったり疲労になかなか気づけない部分があって、その分お休みの時にあ、こんなに溜まってたんだって実感することがあったので、来年はその経験を踏まえて健康面に気をつけながらお仕事頑張りたいなって思います。今年1年は同時期に先生役と生徒役の作品が同時に公開されて、21歳になってだんだん制服を着る機会が少なくなってきて、制服を着るとコスプレっぽいねって言われる機会もあったりして、ちょっと悔しいなって思うこともあるんですけど、こうしてなんかいろんな役と出会えることもすごく嬉しいことですし、だんだんだん年を重ねて経験も重ねて年齢も重ねて、なんかいろんな方といろんなお仕事と出会えることが嬉しいなというふうに改めて感じました。制服ですけど、リクエストがあったら何歳まで着たいですか？できる限り長く。それこそ今年18歳になって成人したことは今年とても大きなことでして、なんか大人になる第一歩でもありつつ、もうなんか子供じゃないので家族に甘えられない寂しさもありつつ、いつも以上にお祝いをしていただいた18だったなと思います。今年は、初映画出演、初主演をさせていただいて、それをきっかけに髪を18センチ切りまして、それがすごく思い出に残ってます。しばらくはそれぐらいの長さで。はい、でも髪が本当に伸びるのが早くて、もうこれぐらいまで伸びました。今年は私自身が初めてのことがたくさんあって、ソロアーティストとしてデビューしたことだったりとか、あとは雑誌の専属モデルをやらせていただくことだったりとか、韓国に行って帰ってきてからこう自分を取り巻く環境がすごく変わった1年だったので、なんかこうすごく新鮮な1年でした。一番印象に残ってるのは初めてミュージカルに出演させていただいて、実はそのミュージカルに出演するっていうのは私の小さい時からの一番の夢であって、この芸能界に入るきっかけにもなっていたので、本当にこのチャンスをいただけてもう毎日が幸せでしたし、今年芸能生活10年目になるんですけれども、また新たな違うジャンルのお仕事に挑戦できたっていうのもすごく充実した1年となりました。いろいろ映画やドラマに参加させていただいて、監督やスタッフさんの皆さんとこうご縁作りができた年になったかなと思います。やっぱ映画とかが思い出が残ってる感じですか？でも、撮影に参加させていただけるだけですごくありがたいことなので、思い出ってより毎日必死にお芝居して撮影に挑ませていただけていたかなと思います。まず2022年がモデルのお仕事を中心に、そして仙台の地元の仙台のお仕事を中心に活動させていただいたので、2023年からはお芝居の方に挑戦させていただくということで、いろんな方のいいところをたくさん吸収して役者としても成長できる1年にできたらいいなというふうに思います。目標にしている方とかいらっしゃいます？難しいね。もうここにいる方全員気を使わせてしまう。そうですね、来年年明けから初めての主演のドラマが始まりますので、ぜひ皆様に楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますし、あとは本当にやりたいことがもう本当にたくさんありますので、こうファンの皆様と手をつないで鶴島ノアにしかできない表現をこれからも届けていけたらいいなというふうに思っております。中でも一番これやりたいみたいなのあります？文章を書くことが好きなので、こう自分だけの物語を紡いで、そこに自分が実写で出演できるようにしたいなというふうに思っております。
そうですね、やっぱり来年は二十歳の年ということで、やっぱり人生の大きな節目になる年なので、私お酒がすごく楽しみであのすごく皆さんになんか飲みそうだねって言っていただけるので、やっぱお酒をちょっと二十歳になったら楽しみたいなって思います。チャレンジではないんですけど、今いもちゃんの話を聞いて、なんかその後輩と呼べる人が少しずつ増えてきたのに、すごくこう嬉しい気持ちがあるので、ご飯行こうねって言ってて行けてないメンバーがたくさんいるので、この中にもだからあのまずいもっちゃんの二十歳のお酒はあの一緒に飲みたいなって思います。本当ですか？いや、そうずっと約束してて行けてない人もいるので、そのちょっと先輩風なことをしてみたいなと思います。待ってます楽しみですじゃあ小芝さんが全部おごっちゃう感じ？もちろんですあ、ちょっとお着物でこんな格好すいませんそのつもりで美味しいご飯屋さんいっぱいリサーチしようと思います嬉しい嬉しい